せーの、恋し、こんにちは。こんにちは。この番組は恋愛作家の店長と疑似恋愛の先生。さらに不安なので石坂さんにも助けてもらいながらお届けします。最後までお付き合いください。なんかしょっぱなみそうだな。えっ <laughs> 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 と一応なんかあのー、オープニングのフリートーク別にないんだけど、はい、まあ一つなんかパッて思いついたの。はい、冬に、はい。 可愛い女性とデートするんだったらどこに行きたいちょっとぶっこもうかなと思って急に来たねああ俺全く考えてなかったどこに行きたいかなと思ってやっぱイルミネーションじゃないですか冬はじゃあ昼は昼昼冬冬の昼か夜はねイルミネーション定番だからまあカルチャーあたり行ってでそのまま泊まってとかね いろいろ考えられるけど昼はどこ行く全然面白くないけど、うん、ドライブとかじゃないですか<ー>やっぱ外寒いさはね昼というの海岸沿いとか海か、はい、冬でも海か <laughs> 冬山か <laughs> なんかか山って言われたら山でもないけどね <laughs> 冬,冬の昼か。<laughs> 冬の昼でもかといったらあったかいラーメン屋さんに行ってもねっても思うしね、うん、でも冬だから一応室内が多いような感じはするけどねご飯食べに行ったりとか。 冬の昼間のデートって逆に何するのかなっていうのをパって思いついて、うん、適当に喋ってみましたはいじゃあ番組紹介していきますはい行きまーす,、はい、いまーす最後の番組は毎週土曜4時30分から落ちないんだな <laughs>、はい、<laughs> ちょっと止めないで今喋ってるほうが <laughs> 5時までの30分番組です理性は収録放送のため、はい、リスナーさんとは時間がずれていると思いますがご了承ください 番組の内容としては、リスナー参加型となっており、コーナーをメインとし、皆さんと恋愛のトークで盛り上がっていきたいと思います。もし時間が余れば、空気を読まず、店長の恋愛節をだらだら話し、エンディングにバトンを渡していきます。恋バナも恋バナも、じゃないよ、<笑>,笑いも恋バナも。アッパースイングを狙っていきますので、<laughs> はい、皆さんからたくさんのメッセージをお待ちしております。<laughs> はい ていうかメッセージ来てないけどね <laughs> メールアドレス読まんでいい。送る人いないから読まんでいい。一応謝りたいじゃないですかね。じゃあ読みましょうね。<laughs> メールアドレスは七九七アットマーク fm ギノワンドットコムまで送ってちょうだい。それでは CM でーす。軽自動車のデザイン。長浜モーター、鈴木の新型ソリオほか。ゲイがやっしゃ モータギーノワン中古車街道ど真ん中黄色い建物が目印軽自動車のスーパー長浜モーター店長いいラジオ番番組組がありますよどんな番組かなか <laughs> 陽気のおじさん二人が恋愛感を棒読みで語りながら笑っている番組なんだ全然伝われねえな <laughs> 恋愛節は毎週土曜4時半から5時までの30分番組です誰か聞いてー ギノアンヒルズ通り救命デイゴ通りにはいろんなお店がショッピングカフェ飲食雑貨そして絶景の夜景スポット新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り普マ間宮から伊佐交差点へとつながる坂道宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね 続いてはメイインンコーナーナ恋の妄想イイ、うん、タミグ今日と、ね <laughs> はいじゃあこのコーナーは恋愛作家の店長が空想により考えた恋のシチュエーションをお題として、うん、我々二人がお題に対して答えていきますその後答えた内容を石坂さんに選んでもらい良かった点悪かった点について議論し恋愛節へ出世してもらうコーナーです ただしこのコーナーはラブメールなしではいずれ廃止となります。はい。<laughs> ゆっくりできたなハイ <laughs> よな。<laughs> ちょっとハイのバージョン変えてみてよ。<laughs> でも言ってること変わらんからな。<laughs> <laughs> 多分どのコーナーやってもメール来ないからどん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 コーナーだけが配信になっていくんで、ね、<laughs> 最近あれだなやさくれてるな<笑><笑>あなんかそんな感じだろうなって思うんだけどまあいいやえー、っと、うん、でえー、っと一応評価はもう最近評価は諦めてますのでメールアドレスも読まなくていいのかなってちょっと思ってきてますので評価の方を飛ばしてですね、はい、でえー、っと今週のお題なんですけど、はい、先週のお題が、はい、えっと何でしたっけ あのみじんこでですすよねねそうもう特別バージョンで, <laughs>、はい、であれなんかいろいろとちょっとやり残した感があって本当に伝えたいのをきれいに伝えきれてない前回。うんうん ちょっとリアルなあのなんかあれだよね男のマイナスの部分っていうのをちょっと表現したくてそれをなんか女の人には知ってもらって男の人には共感してほしかったんだけどそれをうまくなんか伝えられなかったから <laughs> これはちょっとシチュエーション変えて、うん、またね違うバージョンで今週はまたちょっといつもの恋愛節の臭い感じなセリフのシチュエーションを用意してます。うんはい お題が、うんえー「デート中に突然元カノとの遭遇」ですね、はい、今週のお題。ーでー,ステーションを読んでいきます。うん 先,先日の僕が拗ねたことでショッピングを楽しませ,楽しめませんでした今日、神々だなやばいな、字読み切れてないわ大丈夫だよ、今日だけじゃないからああそうだな今から始まったことじゃないからなす拗ね、はいはい、た僕を責め,めることなく彼女はちょっとやばいな<笑><笑>ごめんねと謝ってくれました、はい、そんなできすぎた彼女に僕は何でも好きなものを買ってあげるからショッピングしようって誘うと彼女は喜んでくれました。うん 当日ショッピングを楽しむ彼女を見て僕は幸せを感じました、はい、僕が少しよそ見している間に彼女を見失い僕は慌てて彼女を探し始めました突然聞き覚えのある声に呼ばれて振り返ると元カノが僕に手を振りながら近寄ってきました、うん、全然変わらないねむしろ少しいい男になったんじゃないと元カノに言われました ではあなたはタイミングが悪い元カノの再会にどんな言葉をかけますか元カノを持ち上げて最後は落としてください落としてくださいっていうか下げてくださいっていうねちゃんと上げて下げてるよっていうシチュエーションなんかね実際ね彼女といる時に昔の彼女が遭遇したらおいおいこのタイミングじゃないだろっていうも汗しか出てこないだろうなっていう感じだと思うんだけどそこをなんかあえて。 なんだろうなもう前もって予習しとくみたいなね <あー S 1> <の>これあれだよねでも一応テンション的にこの前の元カノとはまあ円満に分かれてる感じだよね。 だからそこはもうそうだから <laughs> <ー>なんかセリフ的にそうじゃないのまあ、えー、まあうんもうそうだね <laughs> でもあれだからねもう何十年も先の,、うん、あの大人になってからの再会かもしれんさよそんなにでこんなにあのフランクな感じなの <laughs> <laughs> 久しぶりみたいな <laughs> マジで, <laughs> で違う意味でこっちが緊張するんな <laughs> <laughs> <だ>、ね、<laughs> しかも全然変わらないからな <laughs> <laughs> いやいやいや杖 <laughs> <laughs> 持ち始めてるのみたいなね <laughs> びっくりだなもう年金もらってるけどみたいないくらもらってるばあって <laughs> うるせえわ <laughs> 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 はいじゃあいきましょうね、はい、えっとあと10分かいきます、はい、はいじゃあえっと、はい、石坂さん発信なんですけど、はい、えっと今回石坂さんに、うん、無理やり発信してもらうセリフなんですが、はい、え全然変わらないねむしろ少しいい男になったんじゃない を発信してもらって元カナのセリフですねあとは我々が棒読みでいつも通り読むっていうあのいつも通りもカムカ噛み噛みすぎだな今日なカムカもちょっと噛んたねやばいっていう流れであの進めていきますじゃあ石坂さんいつも通りお願いしてもよろしいですかはいはいじゃお願いします全然変わらないねむしろいい男になったんじゃないだろう 今の彼女のおかげだなまあそれもこれも誰かさんが俺を振ってくれたからこそ今の僕が成り立ってるんだけどさもしあの時振られていなければ優しさに甘えてもっとダサい男になってたんだろうなって思うよあごめん大好きな彼女が呼んでるからまたなですお<ー>ちょっとシンプルに <laughs> あ今回負けたな <laughs> ちょっとシンプルに持ってきましたクソ <laughs> もっと寝ってくればよかったな <laughs> ちょっとシンプルに。はい、あ<ー>いやうまいでしょ。<ー><ー>意外にね、あのまとえてて綺麗にまとまってるような感じがするんだ。あのー、元カノのおかげで、あ<ー>まあね、うん、元カノが振ってくれたからこそ、うん、それから自分自身を磨いて、うん、今の彼女と出会って、うん、でまたさらに男が磨かれている。 だから今の彼女のおかげ、まあそれもプラス、あなたとの時間もあったから今があるよみたいな。そうそうそうあなたとの時間がなければ今の彼女と会っててもこんなには素敵にはなってなかっただろうねみたいなね。ちょっと両方をちょっと持ち上げつつでも最後は一番思ってるのは大好きな彼女が呼んでるからまたな。結局まあ今の彼彼女を一番大切よっていう。そうそう。そういうセリフを残してさっと消えるっていうね。うまいね。でろ。今日神々だけどセリフは。 でしょ。<ー> <laughs> はい。じゃあ次は先生の宮田学級いいですかね。はい、はい、じゃあお願いします。はい、全然変わらないね。むしろいい男になったんじゃない？そうかな。前の彼女もいい女だったけど、今の彼女はもっといい。女だからいい男にしてもらってるのかな？笑終わりです。<laughs> <laughs> あの考えてないのが出すぎたな <laughs> めっちゃ短いし内容ないな <laughs> 今日お昼時間に考えたんだけどな <laughs> ですよね今日ちょっとね考える時間もなかったからねい,やいろいろ考えな長文になったらちょっとあれかなっていうのもあって、うん、<laughs> <laughs> 実際リアルにこのシチュエーションで考えた時に <laughs> あんまりなかなかと元彼ノとダラダラしゃべるのもちょっと今の彼女にも悪いさまあこれ今の彼女は見てるバージョンでしょううううんそうそうそう状態でしょ、うん 今の彼女も発見してる状態だ,よねそうだから実際元カノと遭遇して話してる時に今の彼女があなんか自分の彼氏が別の女の人と喋ってるみたいな。であ<ー>彼氏も途中からあなんか彼女が見てるなっていうのを気づいたシチュエーションのもとどういう会話をしてるかだから彼女にも聞こえてるかも聞こえてる。うん の中で、うん、あんまり元カノにねデれデれはできないでしょだからそれをどういう風に今いすかっていうね誤解を生まれないようにスパッとそう <laughs> 終わらせた <laughs> <laughs> スパッとしすぎてか補じゃないよわあとは8分あるよ <laughs> <や>これどんなやつしのくのこの8分今から補足考えようかな <laughs> <laughs> 補足がなさすぎしかしかも俺も今日カミカミでなんかあれだよねなんか短分になっちゃってるしなっていうね <laughs> とりあえずじゃあジャッジしてもらって、ね、今回あのジャッジ結果見えてるんで <laughs> ジャッジしてもらってその後にこれについてちょっと語ってみる <laughs> そうだねじゃあいつも通りドラムロールじゃあお願いしてもいいですかちょっと待ってください音量もチェックッしし、ね、はい。<laughs> 大丈夫です今日7分まだ8分近く余ってますからね時間じゃあチェックも OK ですか大丈夫ですかじゃあ石坂さん鳴らしてみましょうねはい 店長。ありがとうございますもう <laughs> そのままですね,でしょうね今日, <laughs> 今,日、うん、今日そのままですよねちょっと内容があまりにも薄すぎたね <laughs> ちょっと薄すぎた上にあの時間も余ってるっていうなんか一番今までに <laughs> あれじゃないちょっとないんじゃない今までのケースあと7分もあるよ、うん、だからテストの,の話はいいけどあのー 石坂さんの話聞いてみたいなじゃあ石坂さんじゃあすいません、はい、じゃあちょっと今日は長めでお願いして,みてくださいすも、はい、<laughs> ちゃぶだな <laughs> <laughs> はい、はい、お願いします、はい、じゃあ選んだ理由っていうか決めてですね、はいうん あ、やっぱ、まあ、内容先生が手抜いたからね。手抜いてないけどね。そうでもあれだよな、あまりにも差が出すぎるよ。ちょっとね、いやこれちょっと言い訳させてもらえば、さっきも言ったんですけど。あの、やっぱり長々と喋ってる姿は見られるのもちょっとこっちも心苦しいし。確かにな。 しかもこれ今の彼女がもしばまあこの人が元カノって分かってるんだったらなおさらかなと思ってパッと見てパッて分かってるんだったらうん、うん、でスパッと切り上げた方があれなのかなと思ってさっぱりにしました、うん、以上です確かにそうですよね。<laughs> <laughs> まあこの長々話す必要はない感じはあります <laughs> 確かにそうですよねでも。でも いいですすすよまませんちょっとり店長の話は別にいいんですけど今ちょっとあのクーよーになるかなと思って俺今ちょっとようか思ってるけどいやいやいやすいませんはいでもこの一応元カノもあげたじゃないですか一応ちょっと今のその前の付き合ってたあれがあるから今のこの彼女と出会ったんだよみたいなんかどっちも一応そんな感じですよね話の流れが自然

女の書って残ってないんですか。その、会う、うん、あれにもよるんじゃないですか、この。期間っていう。別れてからの期間。うん、これが、例えば、半年とか、経った時だったら、うん、もしかしたら。はい、普通に、まあ、こういう、街であっても。なんか。もうちょっと友達感覚みたいな。かもしくは。 喋らないかそもそも声かけないそうですよねこのシチュエーション出てくる元から勇気あるなって思う声はかけるんですか男性側からしたら冷や汗出したくないんかなんか無駄なことはしないその時彼女といたら声はかけないよな絶対ねこっちからはなただ一人まあでも一人でもなんかあれだよね。まあ本当に歩いててバッて目の前でバッタリあったらあれだけどな遠くからわざわざおおいて呼ばないかもしれない 呼ばなない結構あれだからねでも今までないなない、いんああですねばったり会うっていうのがでもなんかやっぱあれだよね男の人はやっぱ残ってるよね多分ねいろんなんか普通の女友達よりかはちょっと違うよな思い出が綺麗に残ってる分なんかやっぱ普通の女性としては見てない そうだね無意識にちょっとねなんか固まったりするはずな急にパッてアウトなよだれ出てないかなとか今日の服装大丈夫かなとかねよだれ垂らしたらアウトだよねっていうのもちょっとね感じながら多分今の彼女にずずっともう帰る前ずっと怒られるよねそうだまあなよだれは出ないけどでもやっぱなんかねああ今日服装大丈夫だろうとかねは思うんじゃないやっぱねちょっとね 一ちょっとて背筋伸伸びびるかもなはちょっと緊張感は。理想はなんかやっぱあれだよねこの元カノとあって今今回のセリフにもあったけどむしろ少しいい男になったんじゃないっていうのはんか逆にバックナンバーじゃないんだけどかんだんだけどなんだろうな逃した後に振った後ににいい男になってるとちょっとね ちょっと褒められてる感が、褒められてる感 <laughs> だろうっていうお前が捨てたんだよなっていうね。元カノしたら元カノからしたら言うはず。違うよなって前が悪かったんだよな。じゃあ選ぶな。<laughs> 選ぶなもうそもそもが。<laughs> <laughs> <laughs> そういうこと言うんだったら選ぶなって話でしょ。その方が話しやすいけどね <laughs>。まあまあちょっとその方がね。<laughs> でもなんかちょっとねあ、うん、なんか捨てなければよかったなって<ー>ちょっとでも思われてるんだったら。うん なんか嬉しいかな。あ、まあ、それをな、<ー>単純に、まあ、これは女性でもそうじゃないです。うん、うん、う,ですね、うん。この喧嘩別れ。 いい別れ方だかによっても違いますよねこれ今から持ってくるんですけどちょっとネタばらしになるんですけどこの別れの部分を恋の妄想で持ってこようと思っててこの別れ方今言った石坂さんが言う綺麗な別れ方と変な別れ方をちょっと先生と店長でどっちかがいい別れ方どっちかが悪い別れ方を ちょっと演じてじゃなくて言葉を作ってきてもらってでまあなんかどっちがその先なんだろうなえっとあテーマがその時はそれぞれあってから例えば店長が悪いんだったら先生はいい方を作っていうそうそうそれぞれででまあこれジャッジじゃなくてまあなんかなんだろうなこの両方のパターンを聞いてあとあとんかちょっと なんていうかな、さっぱりしやすい方。さっぱりしやすいっていうか、<うん S 2> まあ、さっき言った石坂さんが言う、うん。うん 突然町であっても普通に声かけられるような別れ方ってどんな別れ方ですか？それいい別れ方の方じゃない？だから <laughs> <の>そうすね。じゃあなんかなんか未練が残った状態で別れた例外、うん。そもそも悪い別れ方したら声もかけないよね。<laughs> <laughs> だからそこを言ってしまったらあれでしょ？だから悪い別れ方もなんだろう文句ばっか言って別れる別れ方じゃなくて、もうちょっと工夫した悪い別れ方をああそこを考えなさいっていうこと。考えなさい,いああ、うん。悪い 別れ方だったら、あ,あ、一応両方、この悪い方も良い,い方も、うん、後々こうやって、は、あっても話し,しやすいような。そう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 。こ なんてていいううシシチュエーョンっかそれを考えれってことそをちょっとやろうかなとまあ別れるってどんなふうなのが一番綺麗なんだろうこれ悪い引いた方が難しいなだからいい言葉を並べて別れてしまっても結局なんかお互いさっぱりしないとかあるわねだからじゃなくて2パターンちょっと準備して面白いかもねっていうのを後々持ってこようと思ったんだけどたまたまちょっとんかねの別れた後の話になったから 喋ってみました。はい。7分あったのにあと18分。すごいなこの人たち。ねよく喋るわ。久しぶりにあのちゃんと恋愛トークしてるんじゃないですかね。余った時間でね。はいじゃあえっと今日は店長の方が勝ちましたので、この番組はえっと神々ですけどバックナンバーとスヌピを押してますので、は今日はバックナンバーちょっとちょうどなりました。ありますよ。はい。曲紹介しましょうね。バックナンバーで風の強い日。 はいそろそろ時間も迫ってきましたので来週のお題を発表しますはえっとね一応なんかお題っていうかお題自体は綺麗に設定してないんだけどなんかこういうシチュエーションっていうのだけ今パッと頭に思い浮かんで例えば自分が大事にしている自分が大事にしてるのがグラスだとします家で飲むコップね。で えっと彼女が遊びに来て、はい、でそのコップを洗っている途中に、うん、コップを割ってししままいました、はい、でこのコップを割った彼女に「うん、あなたはどんな風に声をかけますか?」なんですけど、うん、でこれ何で持ってきたかって言ったら、うん、バックナンバーの清水うりさんが「まばたき」の曲を書いた時に「うん、自分の幸せって何だろう?」 ってていいうのを瞬きで色々書いてるんだけど、うんはい、結局自分の幸せって好きな人を心の底から心配できることが自分の幸せだなみたいなのをちょっとコメントしてて、うんはい、その中で例えで清水由里さんが一番大事にしてるグラスが好きみたいで、うんうん、家,家用の。 そのグラスを割った時に自分だったらこういう対応をするよみたいな普通自分の大切にしてるものを割られると彼女の心配の前にちょっとグラスを割られたことのショックが前に出てくるんじゃないっていう話をしてて俺もそれ聞いた時にどうなんだろうな実際はって思ったんだけどまずは心配するんじゃない心配はするはずその後でショック受けるんじゃないやみたいな。 その微妙なあ<ー>あの狭間の中でどういう声かけをできますかっていうのをちょっとパッと思いつきでやってみたんだけどなんか単純に彼女を心配するのだけだけったら芸がないさね自分の大切なものを割られたに対してどういう声をかけられるかっていうのを次週のテーマにしたいと思います。うんうん うん…じゃないー今もう早速うんなあ解答どうしようかなって考えてた淡々と「うんうん」言われたら俺今話切れば考えてたら <laughs> こんだけ俺熱弁してから全部「うんうんはいはいうんうん」どうすんのこれ <laughs> お,お家に帰るよもう <laughs> 今テレ,ビテレビ見てる気分だった <laughs> っていうのがパッと思いついたんでそれはちょっとね今回みたいにあのあれだようすうすの回答はやめてよすいません8分も余ってたよすいません。結局最後18分手前ぐらいまでいろんな話したけどねちょっと今週いろいろ邪魔されてですね一応一応そういう感じであと14秒なんでじゃあ来週の意気込み先生の方から はい、一つ言ってもらって、番組を締めましょうかね。<あ>今日は。そうなんだ。はい。<laughs> そうなんだ。じゃないよ <laughs> もうちょっと感情入れれ <laughs> はい、じゃあ、お願いします。来週の意気込みを。あ、なったよ。あ終了。